You're listening to Shibuya Cross FM. はい、今週も始まりましたカラフルスタイルクロス、この時間からお送りしていきます。番組のメインパーソナリティを務めるなっちです。みきです。はい、ということで今週はみきの週です。2人でね、はい、お送りしていきますが、はい、ね、もう9月のね、ちょうど最終日、うん、今日ね、もうあっという間だなっていう感じなんだけど、早いよね、本当に。毎回一緒のこと言ってるけど早いよね。毎回言うけど本当に早いの。もう夏、そっか、もう終わったんだねっていう。ちょっと前まで、あ、夏やただ暑いなって思ってたのが、ね、もうね、終わりかけなん、終わりかけっていうか、もう終わって、もう秋に、ね、突入してるっていう。秋にね、来たよね、やっぱり。うん、でも気温的にはさ、うん、なんかまだね、最近結構暑いじゃない、うん、だからもう服とかまだね、うん、結構夏仕様なんだよね。私もそうだね、体温がちょっと高いので、うんうんうん、だからなんか街歩いてる おじちゃんとかも、あの、うん、結構あの半袖でね、うん、そう歩いてる人多いから、なんか何着たらいいのかこの時期わかんないなって。でもさ、ナッチはさ、うん、あのいつも寒がりな方だよね、割と。そうそうそう、結構寒がり、なのに薄着で来るよね。あ、まあ確かにね、結構ね、ここのスタジオ、あのスタッフさんが気を利かせてくれて、あの浅見とかね、暑がりだから、うん、あの結構涼しくしてくれるから、うん、私としては、まあなんかニットぐらいね、うん、ちょうどいいんだと思うんだけど。ニットね。そう、ニットでちょうどいいかもしれない。でもさ、冬も薄着だよね。冬も薄着だね。本当迷惑よ、それ。そうだね。本当迷惑よ、ちゃんと、あの、本当はね、ちゃんとした社会人であるならば、うん、何クーラーの効いたとこでは何か羽織物を持ってくとかっていうのが大人の女だとは思ってるんだけど、なんかね、面倒くささが出ちゃうんだよね、そこでね。やっぱ子供なのかしら。かもしれないのね。っていうかガサツなのかもしれないね。ガサツなの。もうね、こっちは暑くてしょうがないんだから、あなたクーラー止めるから。本当ね、そうね、結構エアコン の、ね、リモコンの、ね、あ、取り合いだよね、奪い合いっていうのはあるある。バイクオンの違うと結構大変なんだよね、本当ね。はい、でも本当これからの時期ね、だいぶ過ごしやすくなってくるから、うん、はい、なんかいいなと思いつつね、この時期が一番好きです。はい、じゃあまあそんな感じで早速番組のスタートしていきましょう。この番組は LGBT×〇〇をテーマに、セクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストさんを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストさんのライフスタイルを通して、未来をより明るく、そして明日がもっと楽しくなるようなスパイスをお届けいたします。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛せるバイセクシャルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生きることを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージを募集してますので、ぜひ感想ですとかご要望、そしてゲストさんへのご質問などお気軽にお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします。続きまして番組スケジュールです。この後にレギュラーコーナー、今週の気になるトピックがあります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなど様々な情報をご紹介いたします。続きましてゲストコーナー、クロスフレンズです。こちらのコーナーでは個性豊かなゲストさんを招きしまして、トークライブをお届けするコーナーとなっております。本日お越しいただくゲストさんはですね、本来の自分で今を楽しく生きるをテーマに、講演や音楽書家として活動中の自身悟さんをね、お招きしていろいろとね、お話伺っていきたいと思います。うん、はい、LGBT って何とか自分には関係ないと思っている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方にも聞いていただけることで、より素敵な人間関係の構築に役立つと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後7時50分までの生放送です。この番組はライフネット生命の提供でお送りいたします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ、さまざまな場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険で備えておくと安心です。ライフネット生命では
2015年11月4日から同居期間など一定の条件のもと、同性のパートナーを死亡保険の受取人にしていただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受取人に指定する場合、本人確認書類などの手続きに必要な書類に加えて、同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する署名のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て2人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットレインボーで検索してみてください。
お送りした曲は清高で虹の向こうへでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックスイクのスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、はい、で続きましてのコーナーは今週の気になるトピックのコーナーです。はい、はい、本日ご紹介するのはこちらです。はい、神奈川県鎌倉市、年内に同性パートナーシップ制証明制度を導入へ、うん、ということです。はいはいはい、鎌倉ですね。で、はい、鎌倉…あ、ごめんなさい、神奈川県ですね。神奈川県鎌倉市は9月24日、はいはい、市議会総務常任委員会、うん、同性パートナーシップ証明制度を12月に導入する方針を明らかにしました。うん、はい、市の文化人権課によると対象は市に住民登録をしている成人で、条件として同居していること、うんうん、配偶者がいないことなどを検討しています。うんうん、自治体の、事務の目的や手順を示した要項に基づく方式を採用する考えで、うんうん、市役所内で、宣誓書に署名したカップルに受領書などを発行することを想定しているそうです。で、同制度の導入をめぐり、はい、市民が昨年6月に、うん、市議会に陳情を提出し、うんうん、導入に向けた協議を始めるよう市に求め、うん、前回一致で採択されました。で、今年2月には松尾市長が現在制度設計に取り組んでおり、2019年度早期の導入を目指すとの考えを表明していました。うんうんうん、市は同制度の、導入によって性的マイノリティの支援につながる、つなげる考えですとのことです。うんうんうん、はい、はい、で今一応神奈川県で、うん、その同性パートナーシップ証明制度導入しているところが、うんうんうん、横須賀と小田原、はいはいはい、もうすでに、ね、導入されている2つの市が、ね、うんうんうん、で今後は、横浜市、うん、相模原、うんうん、で、2つの市も、まあ、導入する方針を示せるっていうことですね。結構ねここ最近で、うん、そうついこの間も横浜市がね、うん、導入予定ということで、うん、まあ、年内のスタートを目指しているっていうので、ちょうどあなたがねいなかった時にそうそう、ナナピーとかの回かな、うん、そう、あら横浜のミキ、ほら横浜在住じゃない、そう、はい、だ横浜にも来ないかしらって言ってたのがね、うん、なんかやっと来たんだねっていうのをあなたがいないところでおめでとうってなってたの。 あ、そうだったのね。あら、ね、だからまあでもすごいね、でも鎌倉が続々と鎌倉が行ったからね、鎌倉市がそう、鎌倉市がね、うん、先陣切って、いやいやいや先陣切ってないか、なんか ね、続々とこう、ね、やっぱりさ、うん、横、まあ、横の方が条例よりも、うん、こう導入しやすいのかなとは思うのか、うん、あの私の個人的なイメージとして、うんうん、そうで、まあ、またねここの鎌倉市に関しては前回一致でっていうのはすごいことだよね、陳情に対して、うん、ね、だからやっぱりこう皆さんも早かったよね、だって早かった昨年6月だよ、ね、うんうんうん、からの今ですから、なんか本当に一人一人のこうね、やっぱりその思いがさ、こう一致しないとね、なかなかこう始まっていかない制度だと思うし、ね、でもそれだけこう理解が少しずつ広まってる証拠なのかなってすごく思うね。ね、うん、だからちょっとずれてるんだけどね、私のところからはいいじゃないですか、横浜市でもね、ちょっとお待ちしてます、ね、ということなので、はい、ということで、以上ですね、今週の気になるトピックのコーナーでした。では早速ゲストさんのコーナー入っていきたいと思いますので、2曲目をお送りします。浜崎カレンで Your Smile。 電車から見えるビュー、
た曲は浜崎カレンで Your Smile でした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、さて続きましてゲストコーナークロスフレンズです。本日は本来の自分で今を楽しく生きるをテーマに、公演や音楽活動書家として活動されております自身サトルさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶり。久しぶり2年ぶりぐらいで、ね、そうでもなんかもう相変わらずね、なんか元気玉みたいな人ね。元気玉みたいなね。もう待ち合わせ場所はドトールやもんね。そうね。毎回ドトールです、ね。毎度毎度、ね。今日もドトールやもんでた。ね、今日あの何でもこのラジオのためにね、そうあのはるばる兵庫から。兵庫から来てくれたんですよ ね。来るよ、もう本当に来るよね。楽しみにしてきた。飛行機で一息やしな。一息っていう考え方がね、わかんないよね、それがね。その友達のネタやねんけどね。1時間の一息長いですけどね、結構ね。そんなね、自身サトルさんなんですけれども、今までね、不登校児の学校復帰を支援する元気塾というところをね、塾長されてたりとか、まあ、結構先生イメージもあったんですけど、急に胸張ったね。そう、すごくね、いろんな活動をされている方で本当ね、ミキも知ってると思うんだけど、はい、ね、音楽活動もずっとされていたり、ね、そう2人で音楽活動してるんですよね。元女性と元から男性と、はい、あ、そうだ、UDM の元女性と元から男性とあのストレート男性と一緒に組んで、え、何年ぐらい前に結成した？多分ね、2年ぐらいは経つんちゃうかなと思うんだけど、はいはいはい、あ、2年なんだ。2年ぐらい、で結構いろいろなところで音楽弾いてっていうね。そうそうそう、鴨川でやったりね。鴨川でもやってたんですか？京都の。今日は何かやってくれるとか。今日ないねやないのか。一つね、今日はね、来てもらって、今日はまるちゃんに来てよって言うたのに忙しいとか言うて、あ、そっかそっか、予定が合わなかったですね。ちゃんとこれ持ってきて。何それ。ノーリーズン、これちょっとノーリーズンの、はいはいはい、ネームカード、ノーリーズという名前でお二人で音楽活動してるってことだよね。音楽やるには理由はいらない、はいはいはい、いらない、ノーリーズで、サトルンって呼んでるかね、ちょっとサトルンって呼ばせてもらおうかなと思う。サトルンが、あ、まあ、二人ともボーカルとギターでやってる。そうそうそう、ツインで。ツインでね。かわいい、ね、こういうの作ってくれるのは全部まるちゃんが作ってくれるんですよ。かわいい、相方さん、まるちゃんさんが作ってくれてる、うん、そう、すごいね。そうなんだ。で、動画も欲しいなとか言ったら、これ全部インスタから何からこれ、Facebook からチャンネルで作ってくれて、今ちょっと見えてたんだけど、後ろすごいなと思って確かにね、すごい、なんかこんなのも作れちゃうっていう、作れちゃう、かわいい、ね、これ今日こうやって、はい、映ってんのかな、これ。映ってますね。まあ、ちょっとね、この画面じゃね、ちょっとスマートフォンとかタブレットだと読め取れないからね、少し残念なんですけど、まるちゃん宣伝したで、これそう、可愛いね、お召し今見せてもらってるんですけど、はい、まあ、今日はね、ちょっとサトルン の、はい、活動、ご活躍についてね、いろいろと話を伺っていきたいなと思っていて、そう、講演活動もしているということで、そう、そう、今を楽しく生きるっていうのをテーマに講演してるっていうのは、うん、どういうなんか内容というか、どういう感じで講演やってるのかなっていうのをちょっと聞いてもらいたいな。来月、まあ、また東京でさせてもらうんだけど、結構全国各地でやってる。まだ今自分のこと喋るのは東京だけど、はいはい、ってことは、うん、それぞれなんかテーマが講演会ごとにテーマがあって、自分のことっていうと、どういう、まあ、そうやな、本来の自分って言ったらあれやけど、みんな、自分を生きてんやと思うし、まあ、僕の場合で言ったらほら、男やと思って生きてる時、で途中で、まあ、言ったら体の性に合わせて、はい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 、女で生きるんやって言って生きた時期、で男の人はやっぱり生理的に無理やと、まあ、自分の性がやっぱり心の性は男性やったっていうのに気づく、またその時期があって、でもどれも自分じゃない時期なんてなかったと思うのよ。男やと思って生きた時も、女やと思って生きた時も、今も、もう全部自分やと思うねんけど、その経験を
話す。あ、うん、じゃあ結構割とそのサトルの人生の中でセクシャリティっていうところに、うん、こうなんだフォーカスした講演内容っていう感じですね。今から先出てんけどあんまり特別なことじゃないじゃん、まあその当事者でさ、うん、言っとったら、うんうんうん、そうだよね、うん、なんかこれがもう自分だしみたいな、うん、もうなんか今とはではデフォルトというか、うん、そうね、うん、本当確かにね、うん、自分じゃない時期なんてないっていうのは本当にね、うん、うん、すごい確かにそうだねとは思った。いろいろ葛藤したりね、なんかこう揺らいだりとかしながら、でもそれも全部ひっくるめて自分やんっていうね。今気づいた。今気づいた。私すごい長男で。もうね、今気づいた。気づいちゃった。うん、あ、そうだなと。ね、うん、そっか。じゃあなんかその講演活動、うん、講演活動している中で今回その自分のセクシャリティをメインにお話しするということで、うん、他にもなんかどういう講演会があるんですか、ね、他のテーマというか。来月はね、うんうん、10月20日は名古屋で波動を感じるミュージックライブっていうのがあって、うんうん、あ、音楽ライブなんで、うん、音楽ライブ、面白い。でちょっとあのなんていうかスピリチュアルな名古屋のピュアマリさんっていう方がいて、うんうんうん、その方はちょっと息子さんを亡くされてから、うん、結構そういう目に見えないものがこう感じたりとかっていうのがすごく強くなって、うん、であるところできっかけで出会って、うん、そのイベントを一緒にやろうとか、うん、今回もそのピュアマリさんがメインでされるイベントに呼んでいただいて、うん、あ、じゃあそこで歌、うん、歌ったりとか歌う、うん、音楽を、うん、それはノーリーズンじゃないんだけど、あ、そうなんだ、違うんだ、それはノーリーズンじゃない。そう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 、それはパートナー、今のパートナーと一緒にトーク、うんうん、はい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 、なんか4人の人ゲストがいて、その一つで呼ばれてて、僕らは魂の自由決断っていうところの枠で、はいはいはい、へえ、パートナーと一緒に喋って歌う。なるほど。パートナーさんも歌う。パートナーさん一緒に歌う。パートナーさんっていうのは、言ったら人生とパートナーさんってこと。そう、僕の人生のパートナー。はい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 、そうなんだね。音楽の、うんうん、さっきのまるちゃんさんではなくね。そう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 、ことか。へえ、すごい一緒に。でも普段は二人で、二人でっていうとややこしくなっちゃう。まるちゃんさんと音楽やってる中で、うん、そう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 、普段はそのパートナーさんとは歌ったりとかはしないってことですね。さっき言ってた、ね、ノーリーズンで、うんうん、まるちゃんとノーリーズンでそのカフェで、うんうんうん、月一アースカフェっていうところでさせてもらってるんだけど、うんうん、そこで歌ってる毎月。はいはいはい、はい、毎月歌ってて、パートナーも歌ってる。あ、ね、あ、そうなんだね。そういうことなんですね。素敵、まあ、パートナーさんと同じ、ね、舞台に同じようにね、一緒に歌えるっていいねっていう。でまた全部持っていくね。あ、うまいね。上手なんだ。イエー、素敵。なんかもう私らなんでね、パートナーとカラオケぐらいしか行けないじゃない。ひどいもんだわ。本当にまあひどいもんですよ、もう。ひどないで。酔っ払って。酔っ払って。大暴れして。ね、似てもない、ちょっとなんかモノマネとか入れちゃったりとかして。でも楽しそうよ、でもすごいね、なんかそういう才能が あって、一緒にこう、同じこと、同じ楽しいこととか共有できるっていうのは素敵なこと。ね、本当にいいよね。ね、しかもサトルがまたすごい多彩だなって思うのが、うん、私が結構会ってた時に、うん、ちょっと知らなかったんだけど、うん、書家っていうの、書道家というか、ね、ちょっと上手いね、うん、人より字が。ちょっと上手いところではないな、本当にちょっと自慢入ったわ。その後に何かね、Facebook とかで後々見て、うん、え、これサトルが書いたのすごい、もうすごいプロなの本当に。なんで今まで、ね、今までね、なんかそれを、うん、まあ言ったら書道家として活動、お仕事ねしてきた人ってぐらい本当に上手で、でそこからなんかね、書家としても活動されてるんですよね、うんうん、そう、うん、なんか展示会とかやったりとかはしない。そう、やりたいねんけど、うんうん、今音楽でファーストアルバム作るっていうので、うんうん、明日もだから帰って録音せなあかんからスタジオ。それで明日なんか、そうやねん、今日こっち来てまた戻って、そうそうそう、もうトンボ帰りで、トンボ帰りすごいなと思って、本当にね、相変わらず前からそうだなと思ったんだけど、アクティブな人でね、うん、行動力がすごい。なんかやっぱりいろんなその音楽だったり講演会、うん、人生のことについてお話ししたりとか、あとはその書道家としてもやってたりっていうのは、うん、だから本当に全然違う方向性なのかなって思うんだけど、うん、なんかやっぱり興味があるからやりたいっていう感じで始めたことなの。そう、うん、書道はそんなに思ってなかったん、うんうん、
思ってなかった、うん、やろうとかそんなんはなかったんよね、うんうん、ね、やっぱあの書道習ってた流れでっていう小学校の時に、でも小学校の時に習ってまたそれを書こうっていうきっかけってなんかどこかで、うん、あった、うんうんうん、通信制高校の時に、うんうん、まあ、赴任した時に、はいはいはい、あのパンフレットを作れって言われて、うんうん、赴任して、はいはい、で次の学年の来年のパンフレットを中、うん、中学校に配っていかなかったから、うん、そのパンフレットって言って、でどうしようかなと思ってたまたま生徒の家に行って、うんうんうん、あの待ってたらそこであの書道教室があったよね、そこの家庭に、うん、あ、家庭に、家庭に、すごい、だからちょっと書かしてもらおうと思ってやった時に、うん、あ、これやったら書けるかもしれへんと思って、うん、であのパンフレットのためにまず書いたんよね、うん、あ、はいはいはい、これ英字書けたからこれパンフレットで使おうみたいな、うん、そう、でそこから授業も書道の先生がいてなかったからちょっとそこで書くことになって、で子供らと一緒にあの書道ガールズみたいなことして、へー、あ、そうなんだ、そこからなんだ、そこからまた書くっていうのはね、いやでも小学校時に習ったとか言ってさっき言ってたけど、私もね習ってたんだけど本当に書けないし、いやいやいや、ちょっと詰ましてるままだ、あと突っ込みなさいよもう突っ込みはあのミキのね担当なんでね、そう、そこはあのいいねいいね、そう、ありがとうありがとう、もうこれしかないのよ本当私いやいやいや、すごいね、だから本当に今までもいろんな活動されてきたんだけど、あの今年2019年からあの家庭と学校とあと家庭と会社っていうところからさまざまな責任役割を解いて自分に帰る時間と場所としてこうサードプレイスというね、うん、ものを立ち上げたっていうのを聞いたんですけど、それってサードプレイスっていうのはなんかどういうものなんですか、サードプレイスについてちょっとねお話聞かせてもらいたいな、そうですね、ま、第三の場所、第三の場所、場所、うん、なんやけど、うんうんうん、まあ、サードプレイスって、うんうん、でその言葉は僕はちょっと知らんかったんやけど、はいはいはい、結局子供にしたら家庭と学校、うん、大人やったら家庭と職場、うん、はいはいはい、仕事で、そこの2箇所にこう、うん、行くことがまあ多い1日の中で、うんうん、確かにそうですよね、だいたい1日の中でその時間がもうね24時間だから寝る以外常にそこっていう感じですね、うん、で学校で何かあったことっていうのを、うん、家で喋れたりとかしたらええんやけど、うん、はいはいはい、で家でやったことを、うん、学校やその職場で誰かまあシェアできる、うん、分かってくれる、まあ、話せる人がいるとかやったらええんやけど、はいはい、うん、親に全部喋れるか言ったら喋られへん、うん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 、で喋りたくないこともあるやん、うん、そうね、うん、でなんかその関係性だからこそ言いづらいっていうね、近すぎてね、うんうん、あります、であります、それがこう、うん、どっちもってなった時に、うん、一人で抱えるしかなくなるのよ、うんうんうん、どっちものこと、それを誰か喋れるしがらみ関係のない、うんまあ、友達であったり、うん、親友であったり、まあ、趣味であったり、はいはい、やっぱりこう、うん、発散できるというか自分を表現できる場所があったり、そういうのがこうあったらいいんやけど、なかなかそれが気づいてなかったり、アップアップした状態であかんってなった時に、そういう第三の場所あったらええんちゃうかなって思ったよね。確かにね、そうですよね、なんか私もそんな趣味、人と共有できる趣味ってあんまりこうピンとこないんだけど、でもなんか私にとってこのラジオのメインが絶対そうだと思うわ、ね、うん、そう、あのなかなかあのたまにこう見に来てくれるリスナーさんとの時間とかもね、また貴重だなってすごく思うし、うん、だそこがなのかな、サードプレイスでそういうことなのかなとは思う、うんうん、なんか本当に言いづらいこととか、近いからこそ言いづらいこととかもちょっと相談できたりとかもあるし、やるのとないのとで全然違うよ、やっぱり話せるだけでいいし、うん、だからそのノーリーズンでやってる、はいはいはい、そのカフェでのライブもそうやし、うん、まあ、みんながね、はい、楽しめる場所っていうのが一番最高やし、うん、まあ、もちろんその個人的にカウンセリングっていうのもあるけど、うん、カウンセリングはカウンセリングでがっつり、うん、でも楽しいことで自分を表現する、うん、歌う、喋、はいはい、る、うんうん、人の見る聞くでも全然違うから、そうさ、あのいろいろとね、あのお仕事手広すぎて、さっき言えてなかったんだけど、カウンセラーさんでもあるんだよねサトルは、ね、はい、そう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 、だからなんか本当にいろんな方面でその人の心の拠り所というか居場所作りをしてる、うん、
方だなっていう印象は本当に、ね、遊びたいだけやと思う遊びたいだけやと思ういやでもねなんかやっぱり今ね本当、うん、なんだろう大人になって、うん、自分もさほら普通に同じサイクルで仕事したりとかしてる中で思うけどなんかねこうギスギスしてしまう時とかあるじゃないですか、ね、だからこそ、うん、大人だからこそもっと遊んだ方がいいしっていうのはすごく思うから、うん、それサトルのその活動の中で、うん、その人と楽しい共有する、うん場所作りをしてくれる人っていうのはすごい大事だなと思う、うんうん、元気玉みたいな元気玉さっき入る時だねさっきからね元気玉って言ってたのか分かんないんだけど元気玉よー言いながら入ってきたもんね昭和みたいな感じるけど昭和じゃないもん昭和か分かんないけど、うん、だからねなんかちょっとねここにいるだけでちょっと明るくなる感じがするから、うん、本当嬉しい、ね、でもそのサトルンってその今のその活動を全部ひっくるめてなんだけどその自分、うん、その居場所作りというかそういうことしようと思ったなんかきっかけみたいなのってあるんですか？自分が必要だったんちゃうかな。あ、うん、例えば、うんうん、その時で言うと、うん、先生辞めましたで、はいはいはい、あの手術しました何やろうって思ったよね、うん、自分が何をしたいんやろうって、うんうんうん、普通に働いて生きることもできるし、うん、別に特別な何かをしなくてもいいし、うんうんうん、で何したいんやろうって思った時に、うん、そういう場所の存在、はいはいはい、サードプレイスっていう言葉を友達から聞いたんやけど、うん、まさにそれを塾でやったりとかしてたけど、うん、自分が必要やったんやなと思ったよね。あ、自分にとって音楽っていう場所を提供してるんじゃなくて、うんうん、僕もそこを一緒に作ってるっていう自分の場所をね、うん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 、そっかそっか人からこう提供されたものでっていうのもまあそれも大事だけど、うん、やっぱ自分がこう参加して作っていくっていう、うん、そっか一体感、うん、なんかね人と一緒に何かやった後の達成感とかっていうのもあるし、うん、そっかその当時に必要としててそこからやっぱどん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 なんか楽しいことをどんどん広げてって、うん、今がある、うん、そう人のためっていうよりはね自分に必要だったと思うねかかだから作ったと思う確かに ね全部人のためだったら、うん、やっぱなんかこう思いがこう動いていけない、うん、もうなんか多分止まっちゃう時が来ると思うから、うん、自分の幸せにこうやっぱイコールでつながってるっていうのは本当にある、うん、あるのかもしれない、ねうん、もう自分が楽しなかったら、うんそうだよね、うん、できへんし続けへんし、うんうん、楽しませることできないもん、うんうんうん、今日も自分楽しませるために来ちゃったやっぱもうねすごいもんねもうこのためだけに来てるからねこのためだけにありがとうございますもう分かるかな、うんね、会うのも楽しみにしててほんまに、ね、ありがとうございます今なんか取ってつけたかみたいな感じだったけど本当にそう言えば違う違う、はい、私も会いたかったです、うん、俺もほんまいやでもほんまに良かった、ねまあ、なんかパーソナリティの方もいろいろいる、うん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 ね、いやいやそうなんですよ、はい、あの、はい、番組リニューアルしてからあの新たなね、うんはい、メンバーも加わったりとかしてね、うん、そうなんですよの中の私だったっていう、ね、そう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 ね前番組の時にもミキがあの MC だった回にそのそのその来てくれて、うん、っていうもう2年ぶりなんですけどねちょっとまだまだあのお話いっぱい聞きたいことあるんで一回ちょっとここでね曲挟ませてもらって引き続き、はい、じっくりとお話聞かせてくださいそれでは3曲目お送りしますエンビーガブリエラで SN ブ
お送りした曲は MB ガブリエラで SN ブスでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、改めまして本日のゲストさんは本来の自分で今を楽しく生きるをテーマに講演や音楽活動、そして書家として活躍をされているジーシン・サトルさんにお越しいただいています。引き続きお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、いやなんか本当に2年前から比べても、うん、もうさらにね活躍の範囲広がってるなっていう、ね、もう印象なんですけど、最近はやっぱでも講演会が結構主軸になってきてる感じなの、うん、いやもう講演会やろうって決めてからよ。やろうと決めてから、うん、やるって決めてから、うん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 、いつぐらいから講演っていう、うん、講演だからあの、うん、イベントっていう形ではあってんけど、うんうんうん、そのなんやろう、こうやって喋るっていうのはほんまにこれ一発目やるって、あ今回今度やるのが初めて。そうそうそう、そうなの、うん、そっか。じゃあどっちかっていうと、ま、イベント型の方が今まで多かったんですね。そっか、うん、へえ。じゃあ、まあ、今回はそのさっきもね、あの、うん、深瀬もだけど、そのセクシャリティっていうところの話を軸に、うん、ね、講演するっていうことだったんだけど、まあ、その FTM って言ってセクシャリティで言うと、もともと生まれた時は女性で、今現在は男性として来ていて、パートナーさんもいらっしゃるっていう状況なんだけど、うん、そのちょっとセクシャリティについても少し、ね、お話を聞かせてもらったなと思うんだけど、うん、なんかやっぱりその自分の性別に違和感感じたっていうのは幼少期ぐらいとかから感じてたんですか？もう幼稚園の時にはおかしいなっていうか、うんうんうん、まあなんていうの、男の子やと思ってるけど、うんうん、ぼーっとしてるやんね、うん、そやから、うんうん、まああれ、あーんっていう感じではいたよね、うん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 、で小学校でちょっと、うん、ほら女の子扱いされるよね、うんうんうん、あそうね、うん、なんか男子はこっち、うん、女子はこっちとかっていうのもね、うん、始まってくるし、うん、色とかもそう、うん、あったり、ランドセルの色だったりとか、うん、っていうのもやっぱり、うん、なんでみたいな、なんでって思ってた、青とか黒がいいとか、うん、ランドセルとかもっていうのもあった。私たちの当時はね、黒と赤しかないと思う。そうやね。あ、そうか、うん、そうか、ちょうど私の時にあのバリエーション出てきた。でも今ほどなくてピンクとか茶色とか、そう、5色ぐらいね。そう、今は選べんねんけどな。今はもうね、ちょっと若ぶったな。そう、同じピンクでもね、今は違うんだよね、いろんなピンクあったりとか。まあまあ、ランドセルの話は置いといて、そこでその自分 の, その性別に違和感をそこずつ感じてきて、うん、なんかそれこそなんかこう親御さんとかの中でもなんていうのかな、ちょっと反発したりとかはしなかったの？あったよ、激しいよ、激しい、うんうんうん、小学校の時はまだほら、うん、スポーツ得意やったから、うん、男女遜色なく男にも走り勝つしとかってしてたけど、うんうん、なんか気づけへんのよね。あ、そうか、ちょっと活発な女の子みたいな、うんうん、ね、で中学校で、うんうん、ね、生理が始まる、うんね、体つきが変わってくる、うんうん、制服ができるとか、うん、もういろいろこう分けられるやん、うんうん、それで、あ、ほんまに違うんやって思って、うんうんうん、それってその違和感があるんだよねっていうことをその親御さんとかにも話したりはしたり、した、うん、あ、した、した、どういう、したっていうか、このなんでなんやろなみたいな感じやけど、うんうんうん、まだ LGBT とかそういう言葉がないねん。そうだよね、ないからね。せやから、うん、なんか親も、うんうん、いや、うすうす女の子から電話かかってくるし、はいはい、なんか髪の毛は短く切りたがるし、うんうん、やめてよ、何女の子らしくおってよみたいな、うん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 、でもまあだからちょっとこうそれすらも分からへんねん、うん、心の性と体の性のが一致しないっていうような表現も思いつけへんから、うん、男やと思ってんのになんで女なんやろっていうことしかないのよ。なるほどね、うん、でそこからやっぱりそのね、うん、その思春期って一番その性について、うん、興味あるしね、まあ、興味もそう、もちろんあるし、うん、やっぱり自分自身そこでね、なんかなんでって思いながらの葛藤ってすごくあったと思う。めっちゃあった。で、うん、そこからその今に至るまでって、うん、なんかどういう節目があったのかなっていうのは。なるほど。その性、うんうん、それこそ、うん、その性同一性障害っていう診断とか下されたのとかってどう、病院に行こうっていうふうに自分で思って行っ
受診をして、うん、そこで気づいた時ってなんかどういう気持ちだったんですか？もうその頃には性同一性障害っていう、まあ、診断名であったりとか、うんうんうん、トランスジェンダーっていう言葉が出てたから、うんうん、少しずつ出てきてた時期、うん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 、だから、まあ17歳でその性同一性障害っていうのを知ったし、うん、言葉、はい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 、ニュースで知ったし、でも20歳の時で女性として一回生きてみようって思う節目があって、ああ、で女子として生きた、うん、けど戻るんよね、うん、やっぱこう揺れんねんね、ほんまは男やのに、うん、っていうのがやっぱ根底にあるから、そうだよね、グラングランこう、うん、やっぱり女の子好きやしそれ当たり前やし、うんうん、当たり前っていうことは男やしとかなんかこうな、うんうんうん、で自分は知っとうから、うんうんうん、あでもやっぱり自分はちょっと一回行ってみようと思って行ったら診断下る、うん、やっぱりな、うん、やっぱりなっていうところで腑に落ちたというか、うん、あそうなの、でもなんかその女性として生きてた時期があったって今ね言ってたけど、うん、なんか辛いっていう思いはその時はなかった、うん、いや男で生きてる時の方がしんどかった、あしんどかった、うん、そうなんだ、うん、男やのになんで女なんやって生きてる時が、あ、うんうん、まあ、僕はね一番しんどかった、そうかそうか、もう集中できひんね目の前のことに、うん、パッて人の肌が目に顔が映るやんか、うんうんうん、ほんならその人の肌の質とかを見て、うんうん、あこの人は女性の肌やなとか、もうなんかマニアよねほんまに、うんうんうん、物書き寄ったら自分の手が目に入る、うんうんうん、この手は女子の手やねんなとか気になりだしたら全部気になるのよ、うん、そうなんだね、うん、それ人によってちゃうと思うで、うん、同じトランスジェンダーでもちゃうと思うねんけど、うんうん、僕の場合はもう女が好きとかその制服がどうやいうことより、うんうん、もう一致せえへんのがなんで女の体なんやっていうことばっかり考えとったから、そんな中ででも本当になんか自分の中でのこの疑問とかを一つ一つこう向き合ってなんか来たのかなってさっきの話聞いててすごく思って、なんかこうねさっき言ってたけどこうやって当たり前、その女の子好きになって当たり前って思った時に、うん、あってことはみたいなね男の子、うん、そうやね、だすごくなんか本当に結構その私もね、私もっていうか、まあ、トランスジェンダーではないんだけど、うん、その女の子好きっていうのとかって、うん、なんか自分の中でそのなんかそこまで向き合ってなかったなって今思って、うん、だそこをちゃんと自分の気持ちと向き合えてきたサトル、うん、だからこそその、うんそね、なんか人の気持ちにも敏感な部分があるのかな、うん、だからカウンセラーとかっていうお仕事とかも、うん、やっぱりそういう過去がつながってるのかなと思うんですけど、うん、自分的になんかやっぱりそこ思うとかあります？教師は思う、教師、うん、教師やったのは、うん、ほんまに、うんうん、そこに自分を見たような気がするんだよね全部、子供と親の関係とかも僕は悪いことしてない、したけど悪いこともしたね、悪いこともしたけど、うんうん、結局親から愛されないとかん、まあ、思い違いやけど、うん、して生きてきたのは、うんうん、僕が女やのに女じゃないからやと思ってたよね、だから親に愛してもらわれへんと、そう思ってた、で悪いことしてないのに自分のせいじゃないのにと思ってたけど、うん、悪いことしても親に愛されてる子供をたくさん見るわけよ、そうだね、なんでって、なんでって思うねんけど、最終自分も親に愛されてたんやにこうたどり着くわけよ、いろんな親子の形を見て、そうだよね、なんか本当だって親子の形ってこれっていうの絶対何が正解とかないし、やっぱ人それぞれのね、親なりの愛し方とかあるだろうしっていう、そうか、だから子供に学び、親子の関係性に学びさせてもらったから、そこそれがなかったら多分気づいてないと思うね、あそっか、じゃあその先生をやってたその時期本当に重要だった、重要だったと思う、今振り返るとすごく感じる部分なのかも、なんかすごいよね、そう思うとそのサトルの人生、まあ、全然私もその今お話聞いたぐらいしか知らないけど、うん、そのちゃんとその節目節目で全てやってきたことが今につながってるんだなっていう、うん、ね、すごいよ ね、うん、来月はまたね講演会を開いて、そこで自分のことをね全てをさらけ出すっていうのが控えてるんだね、全てサトル脱ぎますやから、あ、じゃあちょっとせっかくなんで、ね、こちらすいませんスタッフさん、はい、こちらですね講演会情報になります、なんかすごいセクシーじゃないですか、かっこいいよなこれ、ね、はい、ということで、まあ、ジンジン悟さんのトークイベントがね、
うん、来月の10あごめんなさい来月か、うん、10月26日の土曜日に開催されるんですね。うんうんうん、これは東京でやる、うん、どこでやるんですか。ね、サンクチュアリ出版さんのイベントスペースをお借りしてするんですよ。ほうほうほう。ほんで、ファーストステージは僕が2時間、うん、3時から5時まで講演会喋って、うんうんうん、でセカンドステージ、うんうん、で僕がさっきやってたこのノーリーズンの、あ、ノーリーズンのライブが見れるの、ライブがファーストアルバムリリースライブがあります。あ、リリースライブ、リリースライブ、リリースライブなんですよ。おめでとうございます。しかもこのリリース、うん、はい、皆さんのクラウドファンディングで作ることが可能となった、あ、実現した、実現したんですよ。すごい、おめでとうございます。もう皆さんのおかげでもうノーリーズは生きております。僕も生きておりますね。そうなんです、すべてにね。じゃあもう記念すべきこの講演会です ね、 そうなんだね。だから僕の個人としても初めての講演会だし、ノーリーズンとしても初 の、 そのアルバムリリースのライブ。これ時間足りないよね、多分ね。そう、喋られへんし、もう歌いきられへんねん。会場からちょっともうちょっと巻いてくださいっていうね、もう時間来てますってクレーム来るかもしれないぐらい。いやいやいや、そうなんですね、うん、記念すべき大会。そう、はい、ということで、まあ、しかもここでその、うん、あ、ちょうど今映ってるんですけど、サトル脱ぎます、脱ぎます脱いちゃう、あの物理的なとことではなくて、うん、脱ぎはせえへんけどね、うんうんうん、脱がないの、そう、見せてって言われたらまあ見せるけど、ダメダメダメ、そこはね、ほらパートナーさんだけ知ってるのが、ね、大事なところですね。え、これはじゃあ全てをさらけ出すという意味の脱ぎますっていうこと。やっぱりね、僕みたいなこの手術した後の人って、うん、手術後、うん、どうなってんのとか、うんうん、どうやってセックスすんのとか、うん、いやでも気になるよね。まあまあ気になるのかもしれないけど、でもそれってさ、なんかプライバシーだしね、うん、まあ、どこが感じるとかね、そういう話はちょっとあれやけど、うん、こら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 、おいおい。でもまあ、うんうん、どんな手術してるんとか、そういう、うんうん、まあ、一番聞きたいこと、うんうん、えとかも話す、話す、あ、もう結構具体的に踏み込んだところまで、そうよ、へー、うん、興味あるもんね、みんなね。うん、なんか、まあそれはね、でも悟るんだからこそ、うん、なんかこのと自分のすべてをさらけ出すっていうことができるんだなと思う。だから、うん、もうぜひこの講演会ですね、悟るんの魅力がたくさん詰まった講演会ですね、10月26日土曜日、ぜひとも来てほしい、はい、もうその辺の渋谷で交差点で配ろうかな、そうですね、後でね、あの番組のツイッターとかでも、はい、こちら共有させていただきます。嬉しい、ね、ちょっとね、本当にあのもっとね、お話聞きたいんですけど、あっという間でもうね、お時間となってしまうんですね、これがね、うん、はい、なので、まあ、あのぜひね、あのこのトークライブの続きをね、うん、もっと深いところでこの講演会で、うん、はい、聞かせて聞けるということなので、ぜひチェックしてください。お願いします。はい、ということで、本当にね、今日はお越しいただいてありがとうございました。楽しかった、また、ね、機会と遊びに来てください、うん、もちろんもちろん、はい、ということで、改めまして本日は自信悟さんにお越しいただきました、ありがとうございました。はい、それではね、今日も1時間ありがとうございます。また来週、バイバーイ。ライフネット生命、この番組はライフネット生命の提供でお送りいたしました。